はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ時々曇り、気温27度、水温26度。昨日は風がぐるっと回って北風、少々海が荒れておりましたので、ダイビングの方は安全第一ということで中止にさせていただきました。今日も北寄りの風で朝は肌寒く感じました。そんな今日は黒島パナリエリアでスリーダイブ楽しんできました。まずは黒島の地形ポイント、細長いトンネルやドロップオフなどワイルドな地形を楽しむことができます。赤松傘や黒帯松傘など体の赤い魚がたくさんいて、ブルーの海にとっても映えますね。黒島といえば青ウミガメなんですが、今日はなんと1匹も会えませんでした。いや、こんなこともあるんですね。びっくりしました。ウミガメには会えませんでしたが、珍しい星もんがらなどを観察しました。そしてアマミスズメダイの幼魚に続き、レモンスズメダイの幼魚もたくさん増えてきました。左側にいる大きい方が成魚で、右側のちょこまかちょこまかしているのが幼魚です。動画では伝わりにくいんですが、幼魚の頭にはブルーのラインが入ってとっても綺麗です。お昼からはパナリへ移動します。砂地の癒し系ポイントへ行ってきました。小さな根には赤い大磯花がたくさんついて、めちゃめちゃ綺麗です。もう竜宮城のようですね。この大磯花をよく見ると、チェック柄の可愛らしい魚クダゴンベがいました。大磯花の模様に溶け込んでいますね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。